識忘れないよ思い出のページ書き足し重ねてくストーリー願いを叶えるためだけの勇気整えて歩き出す準備オンライン後期ダンスのようレディ悔しく泣いた夜のことシークレもう繰り返さないよミステ焦らずに I'm on my way 行けるとこまで負けず嫌いで子供みたいなって言われ少し不愉快でも間違いから導きそう君がいるから平気皆さんこんばんは藤本久美と結城友和で始めますはい、はい、右手にね本当はいらっしゃる佐藤さんがそうですねまたもや久々に僕が出るとまたもや佐藤さんが、はい、ね、うん、まあなんとか二人で佐藤さんが到着するまでは、はい、持たせましょう頑張りましょうはい、はい、その前ですね久美ちゃん、後ろに貼ってあるんですけども、お、はい、我が事務所の大スターうん顔面競技で有名であります V シネの四天王の小沢仁志のですね番宣をしようかなと思っておりますお、素晴らしいいいですかはい、どうぞついてきていただいていいですかもうじゃんじゃん一人トーク頑張ってくださいということですね、皆さんもご存知だと思うんですけども、我が事務所の、大スター、小沢仁志のですねディナーショー形式の、まあ、歌わないんですけども、生芝居ありの、ゲスト呼びので、楽しくワイワイ、12月の忘年会シーズン前に、やっちゃおうではないかと。しかもですね、なんと、うん、東京ではなく、我々本拠地であります、大阪でやることが決定しました。おー、素晴らしい。はい、日付の方が、はい12月4日、日曜日ですね。うん大阪の道島ホテル4階大フロアで行いますあれあれ反応なかった今でも、うん、ゆうきさんの写真が載られてるんですけどゆうきさんも一応ね僕ら事務所関係者は全員で、はい、出演ということで、はい、何をするわけでもないんですけどねただアシスタントがいろいろやることになってまして、はいミニ芝居ってどんなのですか大体何分ぐらいねゲストに、はい、スペシャルゲストに中野秀夫さんをお招きして、はい、中野秀夫さんと小沢仁志の台本なしの芝居を、うん、生芝居だから僕らは設定は決めてるんですけども、はい、小沢仁志と中野秀夫に関しては設定を知らないですこれすごいんですよそれってもう掛け合いってことそうそう、だから僕らがいきなりその日にバーンって発表して、はい、2人に10分ないし20分ぐらい時間をお渡しして、うん、その間に2人で芝居を決めてもらってそのお題の通り進んでもらうというたった10分だけですか与える時間はたった10分です演技は、うん、もうおのずがね今までやってきてることなんでなんとかなるかなとなんとかなるかなと、うんまあまあプロですからそうそうです台本がないってことがまあお客さんにとって一番面白いことかなと思ってますんで、はい、非常に楽しい回になるかなと思ってますちなみに、はい、ぶっちゃけるとどんな感じなんですかぶっちゃけると、はい、後ろポスターに貼ってるんですけども、うん、モノマネのタレントの、はい長渕剛のモノマネで有名な英二さんそして松田聖子のモノマネで有名な岡田聖子さん、はい、この2名が来ていただいて、歌ですねモノマネショーをやっていただきます僕このモノマネショー2人を見たんですけども、はい、すごい似てます顔もってものすごい、うん、顔も似てるしそうやね2人とも顔も似てるかな歌うんですか歌います、まだ曲はね何曲歌っていただけるか分かんないんですけども歌っていただいて、うん、やっていただくようになってますね、うん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 、はいすごいですよ。ゆうきさんも何かされるんですか？僕はやりません。抽選会と、なんか小沢と乾杯っていう項目があるんで、そこにちょいちょい出るかなっていう。小沢と乾杯。はい。小沢仁志とステージに上がっていただいて、シャンパンで乾杯っていう、おしゃれ。お時間を設けておりまして。
またシャンパンって似合わないですね。シャンパン似合うんですよ、それがね。お嬢さんですか。そうなんですよ。ただシャンパングラスだと小さすぎるんで、なんか面白いもの考えようかなと思ってますそしてなんとなんと、芝居の次に目玉になりそうなのが、はい、豪華景品が当たる小沢落としても抽選会というのがありまして、おー、はい、それをなんとか、はい、すごい景品を用意しております。それ行こうかな。そうですね、行きたいな。来ていただいたら面白いと思いますよ。皆さんも来る？ぜひお願いします、ね、はい、行きたいですね。そうですね、ぜひ、うん、これをね12月4日にやりますんで、はい、チケットの方は、小沢オフィス大阪っていうところがありますんで、うん、また僕のブログとか、はい、あとこのチラシがあちこちに貼られると思うんで、それを検索していただければいいかなと思っております。ぜひぜひ、あれだとクミちゃんのね、はい、ブログにもなんか貼り付けていただいたら、ね、今日更新いたしますので、ぜひお願いします。お願いします。はいはい、ね、なんか慌ただしくバタバタと、そうですね、されてるんですけども、はい、あれ佐藤さん来られたんですけども消えちゃいましたね。うん、今バタバタと佐藤さんが来られたんですけどもね。そうですね、なんか、はい、まだご支度中のようで、なんと今日はね、うん、佐藤さんとさっき電話で打ち合わせしてたんですけども、はいはい、女性のゲストが2名佐藤さんと一緒にご登場していただくということで、もう間もなく、はい、ゲストの方と佐藤さんが入られるかなと。そうですね、はい、その佐藤さんが見えないけど、そうですね、だからその間は僕らがもうつなぐしかないなと、はい、そういうことですよね、佐藤さんがいないってことは、うん、はい、だから今日はね、うちの事務所のプロデューサーの方もね、あそこに偉そうに座ってはるんですけども、あの人はなんかすごいプロ目線で見てるんで、僕らもドキドキしますよね。そうですね。どうですか、クミちゃん。もう、後からダメ出しを食らう感じなんでしょうか。そうなんです、そうなんです。あそこでね、なんか腕組みしてるんで、僕らもちょっとドキドキしながら見てるんですけども。うん、あ、佐藤さん見られましたね。お帰りなさい。お帰りなさい、佐藤さん。行けますかはい。ゲストの方と、はい、もう間もなく、うん、フレームインお願いします。うん。それではお待たせしました。佐藤さん登場です。お待たせしました。ありがとうございます。いや佐藤さん、久々の僕の出演に伺いらせる大変申し訳ございません。そうですね、申し訳ございません。はい、なんか、はい、今日なんか、はい、ゲストの方を、そうです、はい、まだ今準備しますんで、はい、ちょっとあれなんですけども、はい、いや本当すみませんでした。ありがとうございます。はい、いや全然、佐藤さん来るまで、はい、うちの、はい、ボスの宣伝をさせていただきました。あ、はい、はい、ディナーショー、あら、はい、12月4日ディナーショー、あー本当ですね、ディナーショーって基本歌われるもんなんですか。そうなんです、歌うからディナーショーなんですけどね、はい、だからあえて小沢祭りにしました、うん、お、うん、いいですね、うん、4日日曜日ですね。日曜日です。じゃあ年を締めくくる、そうです、ビッグイベントってことですね。そうなんです、はい、しかもね本にこういうイベント初めてやるんです、芸能生活。あら、本当ですか。来年が30周年ってことで、はい、初めて。あら、しかも企画がですね、はい、僕と真向かいに座っているのプロデューサー2人で企画して、はい、事務所に無理やり通しました。なるほどですね。だからこれこけるわけにはいかないんです。間違いないですね。はい、いやまあでも大丈夫ですよもう全然。そうですよね、いろんななんか内容を盛りだくさんにして、はい、やろうと思ってます。そうですよね。あれ岡田聖子さん、あ、そうですよね、僕松田聖子さんかなと思って、ね、そうです、はい、びっくりで、びっくりしました。ぜひこの人に出ていただきたいと思ってオファーかけたら、はい、なんと2つ返事で OK が出たんで、はい、なるほど、楽しみです。なるほどですね、はい、今日もでもチャット結構来てますね。トイレナウ、はい、帽子がない、ああすいません、はい、はい、佐藤さんのことですよね。はい、すいません、申し訳ないです本当申し訳ないです。はい、2人大変大変です、本当大変でした。いや、すいません、なんとかつなぎましたけど本当すいませんです、はい、申し訳ないです。じゃあそろそろ佐藤さん、そうですね、ゲストの方々、はい、はい、準備の方はどうでしょうかね。今日やばいっすよ、はい、今もときめく、はい、はい、まあホニャララなんですけども、ホニャララ、はい、ホニャララ、ホニャララなんですけど、まあふみちゃんなんかもすごい興味あると思うんだけどね、そこはね、気になる。じゃあ呼んでみましょうか。はい、はい、お願いいたします。じゃあどうぞ、スーパースペシャルハイパーゲストの方たちお願いします。いつも長いですね。あー、まずすいません、イエイ、こんにちは、こんにちは。いろいろ荷物がありますんで、はい、じゃあマイクを持って座っていただきましょうね。はい、はい、
じゃあちょっと早速自己紹介の方を、うん、はい、ご本人さんたちにちょっとしてもらいましょうか。はい、はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。美肌島から来ました大滝です。美肌島はサロン専用のコスメをたくさん取り扱っております。よろしくお願いします。イエイ。美肌島、はい、美肌島ですよ。そんな島あるんですか。なるほど、飛ばしてるね、くみちゃん飛ばしてるね、今日ね。今ね、そこだけちょっと敏感に聞こえた、はい、すいません、ちょっと話の方によって申し訳ないんですけど、あれ美肌島さんは、主にどういった、商品を、サロンの専門用品ですとか、はい、あのアイラッシュですとか、はい、あの今流行りのコスメを取り扱っております。あ、じゃあ美容に関する、はい、その例えば商品を、いろいろ扱ってるって今流行りのですか。はい、例えばどんなものか。ですね、はい、はいはい、こちらなんですけど、はい、ヴィーナスアイラッシュと言いまして、はいはい、こちら、はいはい、まつげパーマ、はいはいはい、エクステビューラーなどで傷んだまつげに10の有効成分、はい、プラセンタエキスですとか、はい、ヒアルロン酸などなど、はい、たくさんの美容成分が傷んだまつげをケアしてくれる、はい、眉毛にも効果的な商品です。おらららら、はい、口コミでも抜けなくなったとか、ボリュームがアップしたなど、はいはい、たくさんの声をいただいております。おらららら、うん、あ、っていうことはまつげ、まつエクとかとはまたちょっと違う、まつエクのケアをする商品。あー、はい、なるほど、これ、はいはいはい、いいいいですね。ちょっと私も欲しいなと思いました今。本当ですか。はい、一応僕が入りますと割高になりますけど大丈夫ですか。おかしいおかしい。 あ、仲介って数量的 な、 いや、そうですね、まあまあ、後ほどまたごゆっくり説明、はい、してもらいたいと思うんですけども、うん、はい、じゃ続きまして、はい、お願いします。はい、ネイルサロンアイル新宿店赤坂店から来ました、ゆかびです、はい、よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。もうじゃあネイルってことはもうネイルサロンでっていうことですよね。はいはいはい、はい、お、僕ね、はい、マジでもうネイル大好きなんですよ。え、どういうこと、え、え、さん、え、はい、いや、ちょっと待ってください。違う違う、僕がするんじゃなくて、はい、僕がもしも彼女いた場合、はい、絶対にこれだけはしてもらいます、ネイルは。はい、これガチです。おー、だからよく料理とかする、はい、するのにちょっと嫌だからっていう男性の方って多いじゃないですか。はいはい、多いですね。僕逆なんですよ。これは今日来てらっしゃるからとかじゃなくて、はい、本当です。だから一つだけ頼むことは、はい、申し訳ないけど寝るだけやってくれと。それは爪の長さとか関係なしに、だから別に大丈夫です。ジェルでもスカルプでも、うん、それは別に大丈夫です。結構詳しいですね、ジェルとかスカルプ。僕全く分かんないです。理解のある、聞いたことあるんですけども、いや、もうとんでもないです。どんな状況なのか分かんないです。いや、とんでもない、はい、一応この会社の社長さんに僕はいろいろ、はい、なるほど、おさたはい、そうなんですよね。すごい、若手、はい、若手。僕なんかはい、ネイルで、なんだ、ステンドグラス、はい、なんかありますよね。あら、ネイルですか。あら、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 ステンドグラス、ちょっと髪の毛も染めた感じで。ありますよね、ほら、あります、あります、はい、あれが、はいはい、綺麗だなと思うんですよ。あれだったら、はい、はい、なんか、いいかな。ダメ派ですか、ネイルは。どっちかっていうと基本爪が長いのが、はい、なんか嫌ですね、はい、あら、じゃあ長めです、はい、長めです。だってね、長め、お金とかお金とかコインを下ろした時に、はい、取りにくそうじゃないですか。あれ、なんか取り方こう取るの、ね、でもこれちょっと飛ばしちゃって申し訳ないんですけども、はい、例えばよ、まあ、夜の営みとかで、はい、やっぱり爪があるのって悩みじゃん、はい、もうこうテンション変わるわけですよ。え、佐藤さんどういうことですか。すいません、飛ばしてますかね。飛ばしてる。まだ今日のしと、はいはいはい、爪が長いとテンションが変わる。変わります。それなんですか、肌に爪を立ててほしいとか、そんなんですか。猫みたいに。そこまでじゃないです、そこまでじゃないです、そこまでじゃないです。はい、どの辺で変わるんですか。うんうん、そのポイントが教えていただければ、はい、そうですね、なんかちょっとした時にこう手が出るじゃないですか。もう手はもう肝心なわけですよ、はい、僕の。こう爪フェチ、手フェチっていうんですかね、はい、うん、はい、形は爪の、はい、爪の形は四角とかじゃなくて、こうちょっとこう、あ、尖ってる感じですか。尖ってるやつが、はい、牙みたいな、そこまでいってないな。あ、いってない、自然な、あ、はい、わかります。言ってることはわかりますけど、ラウンド的な、あ、これなんていうんですか、あれは。なん、ちょっと細めだとオーバル、はい、オーバル、はい、
オーバルですよ。オーバルですか。佐藤さんイコールオーバル。オーバルですね。はい。もうオーバルと言っていただいて結構なんですけども。佐藤さん口説くときはオーバルにしてこいと。まあ、ですね、1コロですね。僕は1コロですね。はい、僕はティーバッグ剥がれた1コロです、ね。ああ、なるほどですね。で、クミちゃんは、どちらでお店を。ね、もう飛ばしすぎましたね。いや、まあまあ、はい、まあそんなね、ちょっとやっぱ男女ですよ。そう、はい、そういう話しますか、すね、結局、うんうん。いろいろな趣味、好みがありますよ、うん、これは。今日も行っちゃっていいですか、行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。はい。皆さん、大丈夫ですか、結構コアな感じで、大人な質問を出していただけると非常に助かるんですけども、はい。はい、ぶっちゃけなんで、ガチで、はい。ちょっとガチでお願いしたいと思います。お願いします。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、いいですか、はい、どうしたらいいでしょうか、うん、見ていただきありがとうございます、下手恋愛ベタな私にアドバイスをお願いします、5ヶ月前に友人から紹介してもらった女性がいます、その方とは何回か食事や遊びに行く関係でしたと。で、誘えば予定を合わせてくれるし、連絡も毎日 2,3 回のメールは欠かせませんでした。2回目のデートで告白をしましたが保留でした。その後ずるずるこの関係のままでいた時、ある日を境に態度が冷たくなってきました。メールも2日に1回とか、誘っても予定が合わずの状態でしたと。こういった状態って、はい、脈あるんですかないんですか、教えてくださいってことですね。飽きましたね。飽きちゃいましたね。ストレートだ。なるほど。飽きられましたね。すごいストレートですね、それ。なるほど。僕もね、いつ飽きたんですか？どこで飽きる場所がありました？僕も、はい、多分ね、熱しやすく冷めやすいんです。うん、一緒です、一緒です。うん、はい。どうですか？いや、いいんですよ。そうですよね。はい、いいんですよ、はい。多分最初はガーって言ってしまったんやけど、はい。ふてそのやってる自分に、はい。何やってんやろうと思うんですよね。はい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 。そうした瞬間に、はい、自分の中で冷めてくるんです。はいはいはい、はい、スーッと、はいはい、そして今まで普通にできてたことが、はい、今度演技っぽくなってくるんです。はいはいはい、演技っぽくなってきた後に、はい、もう冷めてきて、はい、やめたってなるんです。はいはいはい、はい、気がつけば忘れてるんです。はいはい、はい、そのパターンの、はいはいはい、まあ、ね、まあまあまあそうですね。はい、はい、すいません、なんか、いや、いいんです、いいんです。いや、もうざっくりな意見 で、男性側の意見と女性側の意見があるんで、うんうん、ちなみにどうでしょうか。最初この人いいなって思うと期待しすぎてよく見えちゃう、うん、それをよく知っていくと、はい、あ、ちょっと違ったみたいな、うん、でもそういう人より、うん、最初何でもないように思ってた人をだんだん好きになっていくっていう方がいいんじゃないかなって思います、うん、あー、なるほど。僕と、まあそれ分かれますよね、それは。そういうパターンの人と、最初にビビッときたパターンと、うん、これ分かれますよね。分かれますね。どうですか、ちなみにどちらですか、それを、そのパターンで言ったら。すいません、適当に話合わせました。最低や。最低やな。よくやるんです、彼女は。なんかね、よくやるんです。はい、はい、全く話を聞いてないという。そうそうそう、なんか上の空なんですよね。なんかもう、はい、なるほど。何でした。まあだから要は、はい、まあそのこういう風になってっちゃうけども、はい、うん、まあ、どちらかといえば最初は別にそういう恋愛感情じゃなくて、はい、ね、こう一歩一歩行った方が、うん、まあ、仲が良くて人柄を知った上で、あ、なんとなくいいかなって思い始めて、うん、その恋愛を育てていった方がいいんじゃないかっていう感じなわけですよ。それはそうですよ。急展開すると飽きますもんね。今理解した。遅い、本当遅い、遅すぎる。そういうタイプなの、ちなみに。私ですか、うん、私はね、冷めることないんです。いつも冷静ですから。それは嘘です、絶対嘘です。あれ、じゃあ熱することもないってこと。そう、すごい熱くなるってことはまずないです。だから普通っていうか、まあ、はい、常温でいるみたいな感じですね、うん、ちょっと熱めになったりとかはあったとしても、はい、すごいマックスに、はいはい、ね、沸騰する感じにはなったことはないですね。はいはいはい、はい、うん、ちなみにじゃあ恋愛もちろんされたこと、あれ、これ事務所的に大丈夫なんですかね、これは。まあ、大丈夫ですよね、はいはい、恋愛されたことありますよね。あります、あります、はい、で、その時は冷めないのに、今現在はちなみにあれですよね、いないです、いらっしゃる、ね、いないです、いないです、はいはい、はい、どうして冷めてしまったんですか。じゃあ冷めるというか、はい、なんていうか、まあ、いやらしい話、はい、相手が女性ができて、あ
リアルだな。リアルパターン。なるほど。はい。リアルだな。ですね。そういうパターンが多いですね、私の場合は。なるほどですね。でもね、ふみすけの場合は少し恋愛をした方がいいと思う。はいはい、だから、ね、トーク的にも、いろんな部分で足りなすぎるから。はい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 。恋愛してほしい。はい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 。事務所側か、そんなことを言うというね。はいはいはい。そう、僕、マネージャーしてて思うんですけども、うん、なんかね、いろんなスポンサーの方とか、企業さんとお会いすることがあって、一緒に行くんですけども、はい、たまにトンチンカンな回答をするんで、うん、それは多分、恋愛ベタだから、そうなるんであろうなっていうのが多すぎるんで、最近は本当に恋愛してほしいなと思うんです。まあそうですね、まあ、それも芸の肥やしというか、まあ一つありますもんね、うん、そうなんですよね、はい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 、24になって初めてそんなこと言われましたよ、まあいいのか悪いのか微妙なところですけどもね、そうちょっと意見聞いていきましょうか、はいはいはい、ちなみにどう思いますか、ちょっと話脱線しちゃって申し訳なかったですけども、そうですね、はい、私はどっちかといえば、うん、はい、追いかけたい方なので、はいはい、取られると、はい、ちょっと引いてしまう部分があるので、うん、はいはい、はいはいはい、ちょっと避けますね。ああ、なるほど。まあ、追っかけてる時の方が、まあ、いいっちゃいいんですか？どっち派ですか、佐藤さん。僕は、追っかけていたいですね。はい。だって自分のテンション高いじゃないですか。うん。うん、まあ、爪長ければね、はい、追っかけたくなりますもんね。そうっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでもこれは本当ね、僕も悩みます、その質問は。追っかけられるっていうのはどうなんでしょうかね。でも追っかけんのもちょっとでいいですよね。まあでも疲れますね、ずっとやったらなんかちょっと心折れますよね、はい、折れた時にやっぱ飽きてきます、ね、はい、大変ですよね、はい、かといって逆にずっと追っかけられるのって、はい、うん、いい距離を保ってほしいですよね。そう、それが一番ベストですね、いきなりガーン来られて、うん、もうすごい接近されたら、ちょっとしんどすぎますよね。うん、そうですね。だからどれがいいっていうのは、ないね。もうこれ、もっと相性じゃないですか。そうですよね。だから僕のキャラ的に、こう、まあ、ぶっちゃけなんで、はい、もう本当ズバッともう、例えば S か M かで、はい、いや、S でもあるし、M でもあるって答え方したくないんですよ、僕は絶対に。はい、もうどっちか S か M かって、M とか S とかって言いたいタイプなんで、はい、あれ、それで来たつもりだったんですけど、その質問、今、彼女からの質問は、はい、いやー、すごい迷っちゃいますね、それは。そうですね、はい、初めて迷ったかもしれないですね。追っかけられるっていうのは。難しいですよね。はい。どっちにしても距離って大切ですよね。まあ、大切ですよね、はい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 。お互い向き合った時は距離は別に必要じゃないかもしれないけど、まだ入り込んでない間は距離って保ってほしい。ですね。ですね、はい。まあそうですね。結果、これは。まあ結果、はい、どうなんすかね。クミちゃんどう思う？じゃこれに対して。脈あると思う、うん。まあ話ちょっと戻すけどさ。脈。まあ、ずるずるということですから、はい、うん、まあ、友人に戻ってしまったんでしょうね。ただ単にその時は、うん、暑い中。うん、だったんだと思うんですよ。すごい遊び、新しい友達みたいになってるので。うん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 、まあ普通の友達に戻ってしまったんでしょうね。錯覚系だじゃん、うん、そのちょっとした錯覚、うん、そうなんでしょう。でも告白してるみたいですし、まあ、間違いなく諦めた方がいいですね、これは。はい、この件で言ったら、はい、諦めた方がいいです、はい、なんでですか。無理です、もう結局、うん、まあこの場を借りて言わさせていただければ、まあ僕と結城さん以外は、はい、まあ、僕と結城さん以外はですよ、うん、仕事で忙しいから連絡取れないって、もちろんあるんですけども、うん、ないっすよね、多分。ないですね。ないっすよね。ないです、ないです。はい、例えばなんか事情があって連絡取れないって、うん、まあ本当そのピンポイントで取れない時はありますけども、はい、多分 AKB でも、例えば連絡取ろうと思えば取れるんだと思うんですよ。そうです、そうです。はい、はい、僕は、はい。だってね、トイレに行かないってことはないでしょ？まあそうですね。基本はね。まあそうですね。はい。一日を通して。うん、トイレ、行く暇があれば、そこに携帯を持ち込めば、メールもできるし、うん、通話だってできるじゃないですか。うん、はい、そうですね。絶対にってことはないですね。まあ、基本的ないと思いますね。ただ、まあ、ちょっとそうじゃない方の、弁解をさせて、一応しときますけども、うん、付き合って
そこそこ長い場合はやっぱあるかもしれないですね。その連絡取れないでっていうのは、そうですそうです、はい、まあありますよね。それが悪いことではないパターンも もちろんあります、ね、うん、お互い分かり合えた、はい、からこそ、そうのパターンも本当あるんで、うん、まあ一概には言えないですけど、この方の場合は僕は絶対に脈はないと思います。はい、はい、残念ですが、結果残念ですが、どうフォローを、新たなる旅立ち、はい、結果そうですね、新たなる門出でもいいんですけども、そうですね、新たなる旅立ち、はい、それはもう新たなる旅立ち、あの、はい、キミちゃん決めてください。え、どういうこと、旅立ちか門出、門出、うん、旅立ちにしましょうか。わかりました、はい、はい、じゃあ、あのこの番組はですね、みんなであの声を揃えて結果を出すということになってますんで、うん、はい、あの大きな声で一つよろしくお願いします、はい、すいません。じゃあ皆さんいきますよ、はい、せーの、新たなる旅立ち、イエイイエイ。なんか今日空気重いっすね。ちょっと ね、久しぶりに、うん、なんかちょっと空気されてる。重い重い。スタジオの関係ですかね。なのかな。いや、このスタジオじゃないですか。うん、なんか重たいなーって。どうなんでしょうね。はい、はい、でもあるかもしれませんね。はい、何かがね、はい、何かが、はい、何かが、はい、しかも僕ちょっとぶっちゃけなんでぶっちゃけで言っていいですか。はい、お便り来たやつがあったんですけど、はい、僕これ間違えて、はい、前回のお便りに持ってきちゃってました。あら、はい、あら、でもここがぶっちゃけいいと思います、はい、うん、新たな人たちがいるんで、新たな意見を聞くわけですよ、はい、なるほど、はい、な、まあ、プラス思考ですね、はい、ピンチをチャンスに変えるっていうのが、はい、やっぱあれなんで、いいことだと思います、はい、人間なんで間違いあります、はい、はい、しょうがないですよ、はい、うん、はい、ちょっとチャットもじゃんじゃん絡んでください、皆さん、皆さんの意見も聞きたいんで、はい、そうですね、はい、質問もね受け付けてますし、はい、ぜひぜひぜひお願いしたいですね、はい、じゃあちょっといいですか、いいす、次いっちゃっていいですか、はい、お願いします、はい、これ前回もまあやったんですけども、うん、この1日デートについてなんですよ、はい、はい、で、まあ、今度彼女とデートしますと、はい、で、まあいろいろプランがあるんですけども、まあ中3なんですね、中学生なんですよ、はい、で、まあ、夕方の最後に映画を見る予定なんですけど、それより前のプランが分かりません、まあ、彼女に聞いてみてもどこでもいいよと、どんな計画を立てればいいでしょうかってことなんですけども、どうでしょうか。中学生、中学生です、はい、じゃあ前回中学生やったんで大人バージョンでいきましょうか、はい、じゃあ、はい、いいですね、大人バージョンで、はいはい、どんなデートプランがいいですか、こうだったらいいなみたいな。まあ、最初はやっぱり夜景が綺麗とか、はいはいはい、こう女の子がロマンチックになれるようなところが最初はいいと思います。うん、なるほど、はい。はいはいはい。まあ東京タワーとか。そうですね。あ、夜景なき港が見える丘公園とかね、横浜の。乗っかってくださいよ、皆さん。ロマンチストだな。乗っかってくださいよ。港が、え、丘。港が見える丘公園です。はい。場所が僕、わかんない、まあ、そうですね、名前だけ聞いてるのすごいロマンチストですよね、場面が全然想像ができない、はい、すいません、今下手打ちました、ちょっとやっちゃいましたすいません、な、まあそこ行けば、まあはいはい、佐藤さんが見れるってことね、いやいや、まあ、とんでもないです、まあまあ、あの夜景の見えるところで、はい、まあ、ちょっと散歩して、うん、ご飯食べて、ご飯食べた後ですか、それは。あー、ご飯食べながらもいいですね、なんかそういう、はいはいはい、夜景の見えるレストランとかあは好きですねなるほど、いい感じですね、でも、はい、はい、初めてのデートって、はい、我々男性軍は、はい、そういうところに連れて行きたいっていうのを、はい、まず一番最初に思いますよね、で当然無論思います、思いますよね、はい、でも、うん、はい、その場所が一体どこで、はい、どういうふうに使うのかって言ったら、はい、我々一番悩むところですよね、悩みどころですね、はい、あんまり、はい、初っ端のデートで、はい、張り切ってそこにドーン連れて行って、はい、ドン引きされたっていうか、いろいろ思う、僕が相手だったらこいつモロだなって思うなと思って、僕、はい、の、はい、外見からお前、はい、ようそんなとこ連れてきたなとかね、わかる、だからそういうのいろいろ考えたら、はい、思ってるのとは違うところにボン行ったり、はいはい、引っ込み出すんだよ、まあまあそうですね、だからそれやったら僕らは、うん、ある程度酒を与えて酔わして、はい、うん、はい、相手の感覚を鈍らしてから連れて行こうとか思うんですよね。だじゃあ、僕にあれを求めてください、本当に。ゆうきさん、はい。なんか悪い人になってますね。いやー、ギリギリですね。もう咳込んじゃってますもん。はい。はい、っていう
感じになるんです、男性群はね。まあ、そうですね。まあ、そういう方も多々、はい、まあ、多いという、あれです。なるほど、じゃあ夜景を見に行く。はい、まあ、そういうちょっと綺麗めな、はい。多分彼女の好きなものはエルメスですね。なるほど。はい。僕が信頼しました。はい、早い。オレンジの馬ですね。結果早い。はい、オレンジの馬か。バーキンまで持ってこないのと。なるほど。はい、バースデーとかにね。はい、怖すぎるな。俺あれと、バーキンじゃないのと。クリスマスタイプかなと。僕は感じしまいました。はい、限定物とかね。はい。いや、そこまでは、あれ、失礼ですよ。そこまでは。クミちゃん。次ね、なんかクミすぎですよね。デビュー決まってちょっとなんか、なんかあったね、なんか、ね、なんかデビュー決まって変わったんじゃ、なんか、何の潰しでしょうかね、これは。まあ、はい、はい、じゃあ続きまして、どうでしょう、どんなプランが。私は、はい、公園に行きたいですね。あ、パーク、英語でパークですよ。公園、 Go to the park ですよ。私、ポークって聞こえた。ちょっとね、ブルックリンなまりなんで、ね、ごめんね、ちょっとなまりな。公園に行って何をなさるんですか。はいはい、学生時代に、おにぎり持ってったりとか、あ、なんかバドミントンをしたいんですよ。はいはいはい、バドミントン、そうなんです、はいはい、めちゃめちゃ運動神経が悪い会社とどうしますか。はい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 、うまくなるまで、10回できるまで、めちゃめちゃバーン打って絶対帰ってこへんみたいなね。素振りとかしちゃって、そうその披露姿がめちゃめちゃかっこ悪かったらどうしますか。頑張れって思います。はい、応援してくれんねや。じゃあ行ってもいいかな。ね、まあ、ちなみに、はい、佐藤正人豆知識ですけども、はい、バドミントンじゃなくてバドミントンなんだ、正式名称。バドミントン、バトドバドスとじゃなくてドになるんです。後ろから鼻声で、あ、すいません、すいません、すいません、申し訳ないです、申し訳ないです。はい、あえて私も振らなかったです。いやー、面白いです。まあまあ、そんな、まあ、ピクニックというかちょっとふんわりとした、はい、まあだから対照的ですよね、うん、お二人は、うん、はい、まあ夜景、まあ綺麗な夜景、ね、まあ六本木ヒルズじゃないですけども、うん、ミッドタウンじゃないですけどもね、はたや、うん、もうまあ夜と日中って感じですよね、うん、太陽と月みたいな、あ、はい、いい感じ、素晴らしい例ですね。黒と白、はい、みたいなね、はい、自分的に素晴らしい例かなと。綺麗、はい、どちらも必要な、不可欠、必要、はい、うん、存在なんで、はい、ちなみにデートプランは、うん、僕ね、はい、お金があったら、マジデート、お金があって、はい、本当に口説きたい女性がいて口説いた時には、はい、全て懲りたいと思います。なるほど。もうね、待ち合わせは夕暮れです。え、夕暮れですよ、はい、何時頃ですか。もう朝からもうあって、はいはい、時間持て余すの分かってるじゃないですか。夕暮れにみっちりもう構想を決めます、はいはい、もう勝負かけるんですね。そうそう、はいはい、夕暮れにドライブカテラに、なんかヘリコプターが飛ぶところ、はいはい、エアポートに、はいはいはい、はい、行って、はい、もういきなりヘリコプター待ってて、はい、夜景じゃないけど、その夕暮れの日が落ちる、なんか電気が突き出した頃を見て、はいはい、そして食事をする、うん、食事はね、それヘリの中で、ヘリの中ではないです。ヘリの中ではないです。ヘリの中で大変なことになる。あれガッチャガチャ降りて、あ、部屋、はい、降りました、はい、夜景が見えるレストランバーみたいな感じじゃないですか、はい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 、ああ、いいですね。あそこに何も、もう注文しなくても、うん、行った時点でここですって案内されて、はいはいはい、窓際の席に座ってもう勝手に料理が出てくる、はい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 、飲み物も、はいはい、シャンパンとワインが、はいはい、もう絶対に出てくる、あ、常備、うん、常備されてると、はい、もうそれをさりげに食べて、はいはい、うん、で立ち上がって、はい、その後、はい、海にね、はい、その夜景が反射する海に行きたいです。あ、海辺に。あ、なるほどね。海辺じゃなくても、はい、フェリー乗り場でもいいです、はいはい、反射する、はいはい、関西にあるんですけどね、はい、ここっていう時のそこに行こうかなと思ってるところが、はい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 、それを見ながら没頭します。いいよくないですか。なるほど。あ、でもすごいですね。まあ、僕はこういうこと言うとね、はい、大体女性引くんですよ。いや、そんなことはないですよ、はい、実際やってもらったらやっぱ嬉しいですよ、ね、はい、その自分のためにやってくれてる。だからもう下手打ちたくないですね。ガソリン切れとか、ガソリン切れとか、なるほど。でもごめん、靴紐結ぶとか、多分ヘリも乗るとき降りるときに、はい、カタカタカタ、風でもうせっかくこう巻き髪とかやってきたのに、ね、ちっちゃがめっちゃがになっちゃって、うわーって、あ、でも大丈夫大丈夫なんて言って、ヘリのやつに言います。
乗ってからエンジンかけろそこから全ての打ち合わせをもう3日ぐらい前からします。僕そうやってしてる時っていうのは大体寝れないんで常に心配そうなんでヘリの運転手は24時間連絡取ってもらいます。あれはこうした方がいいんじゃない、これはこうした方がいいんじゃない。ワインも普段飲まないから、そうワインあの飲みすぎ緊張して飲みすぎちゃってロビロ大事なことが全部そうそう、だからそういうのをお金があったらほんまにしたいなと思います。まあやってみたいですよね、一度は。ヘリコプターは無理でも、はい、それ以外のやつできそうですね。例えば結城さんのやつだと、だってご飯食べて海辺に行くだけなんで、うん、そんな予算もね、はいはい、かからなさそう。あのね、うん、いやご飯食べて海辺に行くだけとか言わんとってくれる。めちゃめちゃ考えて、めちゃめちゃストーリーができてる、うん、まあそうですね、重たい話だけてなんや、だけてうん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 、ね、そういう、こういう冷めた人とは行きたくないですよね、どっちかっていうと。まあまあこういう冷めた人とね、あんまり行くとね、なんか楽しさとかね、綺麗だねで終わるんだと思います。うん、ちなみにどんなプラン？私ですか。はいはい。まあ皆さん、まあロマンチスト寄りじゃないですか。はい。私は逆にカジュアルに、はい、普通に買い物して、はい、でロバタ焼き的なところで、はいはい、海鮮食べて、はいはい、でそのまま映画見て、はい、解散みたいな。あ、映画は見るんですね。え、映画だって最終的に映画に行かないといけないんでしょ。はいはいはい。あ、映画行かなくてもいいんですよ。あ、行かなくていいんですか。はい、映画は行かなくても大丈夫です。じゃあ無難に、まあ、その人がジェットコースター嫌いだとしたら、はい、ジェットコースターがあるでっかい遊園地に連れていく。あー、うん、なんか遊園地好きだよね。遊園地好き、それ自分が好きだから、ね、好きだから、だって私ね、うん、でも世の男性ほぼ半分以上がねロマンチストだと思うんですよ、うん、で女の子星見たら絶対落ちると思ってるでしょ、うん、あれね、うん、まあはい、半分以上間違いだと思う、うん、なるほど。もう引くもん。藤本さん一つ言っていいですか。我々クラスになると、うん、星見て女性が落ちると思っております、うん、まあそうですね、なんて思ってます。でも連れていくでしょ。いや星より札束見た方が落ちるかなと思う。まあ確かに、あの無論ですね、我々クラスはね、はい、はい、いや申し訳ないです。星見て落ちるなって思う、はい、ウブな心は多分小学生ぐらいに置いてきましたよね。はい、早っ。まあだからなんだろう、そのすごい綺麗だなっていう景色を一緒に見たいなと思う、うん、わけですよ。あれだって本当一瞬じゃないですか。1分で飽きるもん。あ、今ので多分ファンが300人ぐらい減ったっすね。もう、あれ藤本的にデビュー前なんで、はいはいはい、もうすごいイメージダウンなことを遠くに出す、はい、だけど嬉しくないですか。どっちにしても例えば星でも、うん、はい、まあ、何でもいいですけど富士山でもいいですけども、まあ、綺麗な景色ちょっと見に行こうよみたいな。だからそれをちょっと見に行こうよとかじゃなくて、ちょっと見に行こうよ、うん、半端ないんだよねみたいな感じで、はい、めっちゃ綺麗だからちょっと行こうよとか言って行けば、あ、悪態のない。そうそうそう、なんか私共感したいんだと思う、はい、私山登りとか行きたいもん。富士山とか登りたい、はい、すいません、その遊園地に行ってジェットコースター乗りたいとか、はい、山登り行って、うん、共感できるでしょ気持ちは。いつときめく時間があるんですか、はい、その絶頂になった時に、うん、あ、ね、登り切った時ってやっぱり達成感あるじゃないですか。わ、うん、からない。ゆきさんわかりました。僕最近ふみ、はい、ちゃんと、まあ、こうお仕事一緒させてもらって、はい、分かったことしてるんです、はい、うん、多分マジな恋愛したことないですそういうことですね、はい、ないです。年内に恋愛させましょう。あれ、はい、なんか、はい、そうですね、なんか私軽い子みたいになってるけど、ちょっと、いや、そういうわけじゃなくて本格的な、まあ、こうがっちりはまりきった感じがないんでしょうね。ちょ、私ね、恋愛よりもときめきたい。ときめきだけでいいと思う。ドラマでも、漫画でも、何でも、はいはいはい、ときめきがあれば、はい、それでも十分かなと。もうその話終わりでいいですか。終わりでいいです。はい、はい、行きましょう、次はい、はい、まあ次、続いてですね、これは結構また、うん、この間もちょっとやったんですけども、うん、まあ大人なんでみんなですか、ちょっと聞いてみたいですけどもセックスは強引に迫った方がいいですかと。まあ要はまあ本当に嫌がってる女性にはもちろんやりませんけども、はい、まあ、しかし自分の経験から言ってセックスはちょっと強引に迫った方が女性は喜ぶ気がするんです。まあ喜ぶというか、はい、まあまあいい気がするんですと、はい、まあもちろん女性は最初は抵抗するんですが、それでも迫っていると次第に抵抗がなくなって逆に女性から積極的になるみたいな点々点と。どう思いますか。僕もね、はい、これ最近、はい、悩むんですよね、はいはい、ん、
やろうとしたときぶっちゃけていいんでしょ、うん、いやぶっちゃけていいんですいいんですいいんですよ、はい、やろうとしたときに、はい、やれない自分がいてるんですよ。それはそれが、はい、ずっと続いてて、はい、なんかやれないみたいな。エグさん、それ下半身の問題ですか。下半身の問題ですね。いや下半身ももちろんなんですけども楽しくなってきたな、はい、楽しくなってきましたね。下半身の問題もあるんですよ、はい、なんかね、はい、最近ただやるだけじゃできないみたいな、はい、気持ちが入らないとできないみたいな、はいはい、もっと若い時は多分突っ走れたんですけども、それ最近ね、僕なりな解釈尺度で話させてもらっていいですか、はいはい、多分ですよ、多分、はいはい、自分の思い通りにいかないから、はい、萎えるんですよ多分、うん、ここでこの体勢とか、はい、例えば、すみませんね、まあ、ぶっちゃけなんであれですけども、はい、うん、まあ、いろんな、まあ、プレーがありますけども、あるプレーで、はい、そうじゃないだろうとか、はい、そういうのが多くなればなるだけ、多分萎えちゃうんです、はい、なるほどね、はい、それは年齢に比例してるんですよね、絶対、はい、多分、僕はそう思います。はい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 、はい、すいません、女性の方でした。はい、もう3人多分萎えてると思いますよ、はい、いやいやいや、申し訳ないです。肝臓置いていきますけどもね、はいはい、まあちょっと聞いてみましょうよ、はい、まあちな、まあ、大人の意見なんでこれは、はい、どうですか、はい、なよなよしてる男の人が無理なんで、はい、どっちかって言ったら、はい、まだ強引の方がいいかと思います、うんうん、はい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 、まあちなみにいいなと思う人で、あ、今いたら最初の例えばデートの時ってやっぱ覚悟完了しますか。これ僕ちょっとすごい聞きたいんですよ、世の中の女性にさ、あのリアルに聞きたいです、いやらしい話抜きで。例えばいい、大体わかるじゃないですか、なんとなくお互いいいなって、まあ、そこまで言ってないんだけどなんとなくいいなって感じで、じゃあちょっと一日遊ぼうよっつって何時どこ集合、あ、迎え行くよみたいな感じでなった時にやっぱり覚悟完了はちょっとしますか。人によります。あー、なるほど。というのは、まあいいなと思ってるわけですよね、でも。もうこっちがすっごい本気で好きだったら、はい、覚悟はしてると思います。はい、でも、なんか本当デートまではいいかなぐらいだったら、はいはいはい、無理ですね。なるほど、はい。なるほどですね。ちなみに、はい、ホテルに行ったときは、はい、ありですか、なしですか。え、ホテルイコールありなんじゃないですか。いや、いや、その、あ、ありですよね。初日はやめてほしいみたいな。はい、だからそれ僕ね、俺なんで、なんで笑ってるの、なんで笑ってるの俺マジだってんけど今、初日は1回目は試されてんのかなみたいな、すぐやるよみたいな。そうですね、はいはい、僕、はい、ん、もう今年の初めかな、はい、入ったはいいけど、はい、心臓が割れそうなぐらいドキドキしてて、はい、ベッドを伝わってドキドキ感が伝わるんじゃないかと思うぐらいやってて、はい、確認したんです自分に、はい、これは、はい、今日俺は行くべきか行かないべきか、はいはい、答えは行かないべきでした。あ、なるほど。そしたら、はい、その次その女性と会った時にひどい言われ方しました。はいはいはい、まあそうでしょうね、多分そうなります。そうなの、はい、あんた陰謀でしょって、はい、あ、そこまで、そこまでそこまでですね、はいはい、めちゃめちゃドキドキしててめちゃめちゃ自分という人間を押しこらえて、うん、今日は返してやろうと思って返したのに、うん、超かっこよく帰り去ったのに、うん、女性は僕のこと後ろ姿をあいつ陰謀やと思ってた、はい、多分これちょっと、まあ、ダメ出しするようで大変で恐縮なんですけども、はい、ホテルまで行ったらそれまずいですね、はい、やらないといけないですか。だったら初めから行かなかったですね、多分普通に。僕は試されてるのかなと思ったんですよ。ホテルに行ってこいつはすぐやるんかなとか、はい、そうじゃないよって僕はアピールしたつもりなんです。どうなんですか、紳士的でしょ。いやですよね。合わせなくていいです。紳士的じゃないです決して僕はゆうきさんの全てを知ってるんであれですけどもはい、紳士的は思ったんですけどもね。その行動は紳士的ですね、ゆうきさんにしては。皆さんちょっと待ってください。やらないから紳士的、ちょっとそれ違うと思います。僕はあれ、僕は失礼だと思います。あれ、僕が女だったら、うん、ホテルまで行って手の一つも出してくれなかったんだ、エステ行かなきゃって、美肌棟で物買わなきゃ、アイルでネイルしなきゃってなっちゃいますから。そしたら僕は俺は、はい、まあ私はになってる。僕は女だったらですよ、はい、あ、はい、女だったら、ね、はい、で男は落ちると。いや男だったらもう行く道行くしかないですよ。そうですよね。もし僕がこう地元に後輩がいて、うん、いや好きなやつとホテル行ったんですよね、うん、で手出しませんでしたって言ったら怒りますね。なんで怒るの。出しねえなとなっちゃいます。僕怒られるパターンですねいやでもね、ほんまに考えるんです最近。なんか年いってからかな、はい、余計考えるようになります、うん、この年でやはりチンとも言われたくないし、はい、
なんやねんあいつみたいな。まあまあまあ、まあ、いやし、うん、まあ最低限のモラルがあればね、はい、別にそのね回数じゃないですか。ちょっと近寄ろうとした瞬間にすごいもう10個のことを頭で考えます。うん、こうやってああやってああやってこうやってこうなったらいいかって言ったら寝てましたね。気がついた。なるほどなるほど、構成を考えてたんです。構成をね、まあ、そうなってくるともうドツボにはまりますよね。ドキドキしてきちゃって最近はまってます。だからそれに、まあ、ちなみにどうですか。はいはい、流れでまあその夜の営みに関してはどういう価値観になるのかなと、はい、女性も多分気持ちの変化が多分すごいあるので、うん、そのやりたい時とやりたくない時の差もあると思うんですよね、はい、はいはいはい。なのでさっきのは本当紳士的だと思います、うん、私は、はいはいはい、多分人によってだと思いますけど、うんうん、はい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 、私もちょっと最初からがっつかれるのはすごい嫌なので、はい、そうですよね、はいはい、分かります、女性の気持ちが。なるほど、見て判断しましょう。その人結構肉食的じゃなかったんですか。どうしよう、俺のその人っていうこと。はい、その人。ちょっと、まあ、暴言全然分からへんけど、肉食かどうかっていうのが。でも、そういうふうに言える、はっきり言えるっていう女性は肉食よりじゃないですか、まだ。なんかな、まあ、サバサバ系なんでしょうね、はい、がっつりやっていただきたかったんでしょうね。え、ちなみに、久美ちゃんは。ん、いや、これは答えられますよね。これは答えないとデビューできないよ。もうデビューできないですよね。つなげるなぁ、うん、そこ、うん、いやでも私もあれですね、何もされない方が嬉しいですね、うん、そんなつもりで言ってる場合じゃないことが多分多いかもしれませんから。でも多分男から言わせてもらったら、うん、これ多分結構まとえてると思いますけど、はい、そのパターンって多分浮気されると思いますね、後々。そういう、ね、そこに対しての価値観がそういう人って多分、97% ぐらいの確率で。え、 97% もですか。はい、やられちゃいますか。え、でもね、はい、やっぱり淡白な人っていると思うんですよ。私基本淡白なんです。はいはいはい、無頓着にも近いんですけど、はいはい、浮気されるってことですかね。多分そういう人って、うん、やらしてあげてるって思ってるんですよ。うん、私女だからやらしてあげてる、うん、それだと 120% 男が浮気します。はい、後々。おうおう、それ改善方法は一緒にやることなんです、セックスって。はいはい、はい、気持ちで、うん、気持ちでぶつかるものです。スポーツでもないんです、うん、一緒に気持ちと気持ちですることです。なんでやらしてあげてると思った時点でもう結構僕はピンチだと思いますね。自分のためじゃないと思います。ザックバ、なんかそのシーンってなんで言いませんよ。シーンってなんで。めちゃめちゃそこだけ一生懸命考えてました、僕。はいはいはい。いや、僕はそう思うんですよね。うん、よく、だから僕も他の、お仕事でいろいろ取材とかさせてもらうんですけども、はい、必ず若い女の子とかだと相手がですか、うん、聞かれるんですよ。なんで男性って浮気するんですかってよく言われるんですけど、はい、まあそこで僕も悩んで考えたんですけども、はい、まあやっぱそんなところかなと。はい、まあ、やらせてあげないから多分浮気するんだよ。でもそれがもしやらせてあげてたとしたら、はい、ただ単にやらせてあげてるっていうそこのセックスに対して上から目線だから、はい、多分どっかで見えないところで飽き飽きちゃう。なるほど、はい、っていうかね、はい、やるだけ。いや、それは肝心なんです。それだけじゃないんです。はい、やるだけですか。男性はそれしか考えてないの。すごい肝心なことだと僕は思いますけどね。まあ、そうかもしれませんけど、はい、大人だからこそ言えるんですよ。これが10代とかだったらこの会話じゃただやりたいだけだよってなっちゃうから、うん、はい、あそこにもちゃんと愛があるってことですね。無論ですね、それはもう無論です。はい、がっついてるわけじゃないんです、うん、最近やるだけのセックスって年、はい、ってからやらなくなりましたよね。全然やんないですね、はいはい、もうめんどくさい。やるだけなら、はい、多分一人でやってる方がいいと思う。もうめんどくさくて、もう、それどころじゃないです。これはね、はい、本当に。はい。なんか、やるにあたって、いろいろ考えますよね。はい。そうっす。やり考えすぎて、やらなくなっていくんでしょうね、はい、これ多分。そうですね。はい。あれまあ、ちょっと、なんでちょっと、まあ、はい、聞きながらな。いや、そのとおっしゃるとおりです、はい。はい。右に同じくです。はい。まあまあ、やっぱりこの辺は永遠のテーマなんで、まあ、賛否両論いろんな意見がありますよ。はい。はい、ただですね、うん、やっぱ女性も男性も、特に女性ですよ。うん、女性は、やっぱり美を追求しなきゃいけないんです、うん、永遠に。そうですね。そこで、はい。そこでですね、
ちょっとびっちりとした告知をですね、はい、さらに今日ちょっとアイルさん、美肌党さんの方たちにですね、はい、ちょっと研究重ねてちょっとしていただきたいなと思います。はい、美肌党さん、じゃあちょっと告知していただいていいですか、せっかくなんで。はい、こちら、粘着ブラとブラジャーが一つになった新発想ブラ、はいはい、粘着ブラにストラップがついたことによって、はいはい、頭を作りやすくデコルテにボリュームを出すことに成功しました。はあ、粘着ブラの特有の剥がれる心配もありません。うん、胸が小さい方、はいはい、もっと胸を大きく見せたい方、うん、出産などにより胸が垂れた方、うん、胸元の空いた服を着ることが多い方、うんうん、デコルテにボリュームが欲しい方、うんうん、詳しくはこちら、はい、もっと詳しく知りたい方は、はい、美肌島、楽天市場、はいはい、美肌島で検索してください。うんうん、なるほど、うん、これって、まあ、僕もよく聞くんですけど、粘着が弱いとかってよく聞くっすもんね。あとシリコンがなんか硬いとか、ね、結構聞くっすけど、はい、ちょっと僕気になったんですけど、うん、これって今までにないんじゃないですか。これは何なんですか。初めて見ました。はい、これは何なんですか。はい、透明ストラップがついたことによって、はいはい、粘着ブラって中央には寄せられるんですけど、はいはいはい、上に引っ張ることができないんで、はい、これストラップをつけることによってリフトアップということは分かります。今まで従来だと寄せることは可能だったけども、はい、上げることができなかったですもんね、確か。そうです。あ、それをそれで改善したんですね。そうです。これってでも美肌島さんの商品だけですか。そうですね、ですよね。透明ストラップとかこういう形は、はい、こう寄せてあげるって行為がね、ってことはじゃあ上だけでもできるし、何も外しても普通の状態でも使えるし、そのままでも使えますし、いろんな使い方ができますので、これはでも女性の方はあれなんじゃないですか、うん、なんか一石二鳥で好きなんじゃないですか。ちょっといいなと思っちゃいました、ね。うん、これちなみに検索かけられる、はい、金額はいかほどで。3900円です。安い。それは安い。大体だって1万近くする。そうですね、うん、すよね。します、します。あらららら、ら安い。どうですか。僕あげてどうしましょうか。まあすごい商品なんでしょうね。うん、はい、初の試みということで。うん、そうですよね、はい、ぜひ皆さん楽天市場でお買い求めください。はい、お願いします。美肌島で検索でいいんですね。はい、はい、美肌島の商品はそれで大丈夫ですか。はい、先ほどとこちらでいいですね。はい、はい、じゃあアイルさんお願いします。はい、ネイルサロンアイル赤坂店と新宿店では、はい、毎月キャンペーンをしております。はいはいはい、かわいい。はい、もうちょっと前に出しましょうね。今月のやつですね、10日から始まるんですが、はいはい、7350円で、はい、フレンチのチェックのキャンペーンと、はいはい、あとカラグラのヒョウ柄のキャンペーンが始まります。はい、でこちらも色とかは変更自由ですので、はいはい、この7350円で、はい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 、ご提供させていただいてます。カラグラって何ですか。カラーのグラデーションですね。はい、であと今回平日、今月のみなんですが、はい、平日の4時まで、16時の4時までにご来店のお客様に関しては、はい、こちらのキャンペーン、7350円のキャンペーンに、はい、甘皮のケアを、はいはい、通常1575円なんですが、はいはい、これが8000円でご提供させていただくことできるので、はい、ぜひぜひこちらですね、うん、ご連絡先が、はい、連絡先、東口店と赤坂店で2店舗ございますので、はいはいはい、どうぞ。じゃあこちらお願いします。はい、デザインでご提供させていただいております。あ、2店舗なんですね、新宿東口店と赤坂店。はい、はい、でホームページで、デザインまた、ね、はい、はい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 、別のものもご紹介はしておりますので、はい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 、ネイルサロンアイルと AHR で検索していただければ、はい、ホームページ出ますのでよろしくお願いいたします。なるほどですね、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ぶっちゃけを見たって言ったら1万円引きでしたっけ。あ、すいません、お金書いてきましたね。あ、すいません、はい、すいません、申し訳ない。でもまあ何かしら、はい、ね、サービスは、うん、はい、していただけるってことですね。というわけでですね、はい、さっきからもうこんなになって、もうこんなになってやっちゃって、ね、止まります、僕それが気になって。はい、まあ、ちょっと巻いて結びの一番になりますけども、はい、はい、どうでしたか今日は。あ、よかったです。いや、よかったです、すいません、はい、
まあ、遅刻に始まり巻きで終わると、はい、今日にかけてなんかすごい重く感じたのなんか私だけ。いや僕もです。そうだね、はい、スタジオじゃないですか。今までなんか透き通った感があったけど、はい、ガクッて閉まってるんでなんか余計じゃないですか。もうその話終わりでいいですか。はい、で終わり。はい、まあというわけでですね、はい、今回もまあ一通りの流れやりましたけども、はいはい、相変わらずクミちゃんは口を開いてくれないと。そうですね、はい、今後恋愛してもらいましょう、うん、なんかね。そうですね、はい、そうなってくるともっとどんどん過酷なお手紙を僕は持ってくることになってきますんで。そうですね、ぜひどんどん、はい、今日ねすごい部屋も空気も重たかったですけど、はい、この内容も重たかった。うまいこと言うね。なるほど、うまいこと言うね、はい、成長したね、クミちゃん成長したね。でも次回はもっと重いよ、うん、重いね、重いよ、重いよ、はい、うん、大人の事情いくから行くよ。まあというわけでですね、はい、はい、また来週も皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ではではまた来週。また来週。ありがとうございます。